はい、中本博士のワンポイントレッスンです。今日はですね、ひらがなのりっていう字の美しい書き方とりの元になった漢字の紹介をいたします。ひらがなりですね、今こう書いてこう、まあこのように書くわけですけども、まあ右上のリズムということをこだわりますと、この字もありですね。右の方をちょっと高くして、これはちょっとこういう角度を意識しました。これも雰囲気的に右上のリズムを感じられるから、まあ、こちらでもいいかと思うんですね。これがりの美しい方、まあ、少しこう向かい合うんです。丸みを帯びて少しこう向かい合うような、こういうような気持ちで、そしてこの中心で終わるぐらいに書くといいかと思うんですね。中心線を引きますと、ちょうど中心で終わるような感じですね。これがりの美しい書き方になります。りはですね、元になる漢字はこの利益のりって字なんですね。この字なんです。これを崩していきますとこうですね。もっと崩しますと、今度こうして縦を切り込みます。でこうしてこの立刀はですね、こうに書いちゃうんですね。立刀でこれがだん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 ですね、こうもっと省略されて、もうこう、ここへんがこうなって、こうなって、こうして今日の理になっていったんですね。以上、今日はですね、理の美しい方と元になる漢字の紹介をしました。これで、中本博士のワンポイントレッスン終わります。